商品レビュー専門のDAです。皆さんの家、子供いますか？特にちっちゃい子供、赤ちゃんとか。まあその時に神経使うこと。危ないものが入ってる引き出しとか、開けられなくすることなんですよね。それ大体の家、家具の外側にロックをつけてます。ベビー用品のコーナーとかホームセンターの安全コーナーに、この引き出しをロックする。そういうものを売ってるんですよね。まああと、粘着で貼り付けますので、高級家具とかにはちょっと使いたくない。だから高級家具使ってる人結構ヒヤヒヤしてるんですよね。あとはもう引き出しの中から物出して上の方に上げちゃおうとか、まあいろいろめんどくさいことしてる。まあ一番いいのは高級家具も見た目も変えずにロックだけつける。臨時でロックだけつける。その悩みこれで解決ですね。アバンテックのマグネチックチャイルドセーフティーロック、磁石を使ったセーフティーロックですね。どういう構造か非常に単純です。これが本、まあ、どれが本体というのがちょっと難しいですけど、まあ、これが本体としましょう。で、この状態でロックスイッチを操作するとロックが上がります。これですね。スプリング式のロック。これでロックされる構造ですね。では解除は、ここの磁石のキーをここに当てます。そうすると下がります。これだけですね。今上がってる。そして下がる。そして本体側に、この引っかかる側をつけておきます。こんな感じで、この状態で閉まるとこうロックされます。そのロックされた状態でこのキーを当てるとロックは解除。でこれで引き出しを開ける。それ単純だけど、この構造外側に全く加工しなくていいんですよね。だから高級家具にも使います。ちょっと内側に粘着貼るから、まあその部分はって言われそうですけどね。ただ中だからいいのかな。窓セット8個入ってますね。だから8箇所ロックできますよ。まあ子供生まれたら好奇心でいろんなところ開けますからね。まあ刃物とか薬品とか、まあちょっと大人の見られちゃいけないグッズとか、そういうものを入れたところ、ぜひこちらでガードしてみてください。ちなみにこれ子供用のロックですので、いざという時、故障で開かない時、大人が力任せで引っ張れば解除できますね。解除というかぶっ壊すって感じですけど。だから万が一の時も安心です。非常に簡単な原理で子供から危険を守る。そして家具の見た目も変えない。非常に便利なグッズですね。子供が生まれた人、ぜひこちら検討してみてください。アバンテックの提供、今日も商品レビュー専門の動画、見てくれてありがとうございました。